こんにちは、うりさんです。テレ朝系金曜ナイトドラマ愛しい嘘優しい闇、最終回が終わりました。納得のいく部分となんだかねえと思う部分の差が激しかったので、私はもやっとしたものが残りました。小堀について、一番納得がいかなかったのが小堀の件です。結局雨宮に対して復讐をするどころか、中野美雪の計画のためだけにいいように使われた挙句に消された感じです。ミステリーの謎として置くというのは面白かったですが、きちんと回収してほしかったです。雨宮さゆり、若年性アルツのふりをしていたまではわかりますが、もう少し他の病気のような伏線があってもよかったかなと思いました。しかし最後まで中野美雪が母親を思っていたというのはジーンときましたね。ハサミは黒いバッグの中に入れていたのでしょう。話の展開として実の息子を刺してしまうというのはありだとは思いますが、ちょっと強引だった気がします。中野美雪の手紙、みんな忘れないよという手紙を入れたのは考察通り本物の雨宮秀一でした。しかしその動機が火災の原因が花火によるものだと思い込んでいる亮たちのことをもっと嫌な気分にさせてやろうといういたずらだったというのは、こっちが嫌な気分になりました。やはり雨宮秀一はクズ雨宮でしたね。黒の正体に気づいた美穂がホームページに書いたメッセージから、中野美雪が美術室に現れるという流れは良かったです。美穂と中野美雪のエピソードはしんみりとして中野美雪に感情移入できました。載せただし、最終場面が東京ならわかりますが、傷害罪で手配されているにもかかわらず警察官になりすましていたというのもなんだかねでした。ただしにしてみたら優美の復讐に違いないので、もう少し他の演出の仕方があったんじゃないかなと思いました。亮と玲子、亮はずっといいやつでしたね。中野くんみたいに苦しんでいる人を助けられるようにもっともっと勉強するから、きっといい弁護士になると思います。美穂の嘘、漫画家として活動していると言ってしまったこと、さゆりが刺したことを言わなかったこと、美穂は中学卒業から本当に何も知らなかったんだと思います。同窓会以来の連続不審死、その原因は明らかに整形した中野美雪です。美穂のお腹の中の子供と一緒に漫画家として成長していくことを描くためには、中野美雪の死というものは終わり方として良かったと思います。中野くんが仲良し6人組の後から走ってくる主人は美穂の願望としては良かったですよね。1話から6話までのスピーディーな展開も謎めいた雰囲気も良かったし、ラブパートはかなり良かったのですが、考察系ドラマとしての最終回はもやっとしたものが残ってしまって残念でした。美穂と美雪ちゃんには幸せになってほしいです。さて皆さんはどんな感想をお持ちですか？コメントで教えてください。これからも考察系ドラマがありましたら動画にしようと思います。たくさんコメントしていただいた方々、最後まで応援してくださった皆様、ありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。